やっとサンルームに朝の日照が少し差し込み加減になってくる時刻なのですが、今朝はみぞれか冷たい雨みたいなものが降っていて、私が起きた時にはこのサンルームは一度しかありませんでしたね。今は3度ちょっとぐらいになってきました。かなり冷え込みましたね。サンルームが一度というのは、外気は一度よりも2度ぐらいは低いことが多いので、もしかすると0度をやや下回ったのかもしれませんね。メリクロン苗をソケット苗の形で受け取ったものを小さなビニールポットに植え替えて、2ヶ月ぐらい経ってきてるんですが、1回の植え替えではビニールポットが小さいままで、それでは土の水分が早めになくなるので、さらに大きめのビニールポットに鉢増しする作業をしていて、あとここに残っている5つのビニールポット苗ですね、これを鉢増しすればだいたい植え替えが終わるんですね。それである程度土を多めにして、寒くても水を適切に施すというふうにしないとですね、小さなポットの中で水分不足になると冬季には枯れてくる確率が高くなるんですね。例えばこれなんかおそらくダメになるだろうと思うんですね。植え替えた時点でもう元気がなかったですからね。それである程度の容量の土の中に据えてあげれば、新たな巻き葉を出してきて、最低気温がサンルームの中で1度から3度ぐらいであってもですね、徐々にですが成長は続行するんですね。いろいろな大きさのポットに植えてあるんですが、まあいろいろなポットを使わないと統一されたサイズので、そうそうたくさん持っていませんので、あれやこれや使い回しして出てきたビニールポットとか寸胴鉢とかスリット鉢とかいろんなものを使って植え替えをしてきたんですね。置く場所もサンルーム内のシェルフには全ては収まらないので、まあ出窓みたいなところに置いたり、それから前から地植えしてあるバナナとか
糖水ポットのバナナ苗などの周辺にですね、まあ、ギリギリ詰め込んで置いている状況なんですね。まあ、こういう小さい苗から結構大きくなってきた苗までやはり個体差がありますので、同じ時期に受け取ったメリクロンのソケット苗でもその後2ヶ月ぐらいで様々に成長の度合いが異なってくるわけですね。まあ、一般的に学者の先生たちや販売店、バナナの販売店、販売業者の方たちが言っているバナナの成長のための最低気温とか、あるいは枯死してしまう温度とかよりも、私はずっと低い温度でもバナナの、まあ、大苗でも、それから小苗でも、まあ、メリクロンで受け取ったものを自分で育てているような小苗でも、もっともっと体感性があると思っています。まあ、このサンルームができたのは2011年の11月だったか12月なんですが、その年に1回目の冬、そしてこの前2回目の冬、そして今3回目の冬を迎えているわけですが、3度の冬で、まあ、この冬はまだ1月2月がありますので、冬の半分までも行ってないんですが、3階の陶器のサンルーム内でのバナナとかパパイヤなどの観察をした結果、外気が遮られている環境では0度以下にならなければ、まあ、例えば0度であっても、あるいは1度もあればですね、適切な根回りの土の容量、培土の容量ですね、それと適切な水分があれば緑葉を保って生きながらえるということを実際に見てきているんですね。ですから、例えば0度とか1度では特にバナナの粉えなんかは枯死してしまうという説には私は組みしません。実際にここで越冬してその後成長していって中苗大苗になっていてなっていった経緯を見てきていますので、それでバナナは外気、つまり和歌山県中部あたりですと高層ですね、霜などに直接やられなければ何らかの覆いがあって高層被害など、あるいはとても強い強風、とても強い強風じゃなくとても強い寒風ですね強風寒風や高層、場合によってはあられみぞれ、冷たい雨風などを免れることができるならば、単なる
0度とか1度とかなどの寒気、冷気だけでは全てのバナナ苗が枯死するわけではないと私は確信しています。しかし例えば2号、1号とか2号のビニールポットみたいなものに植えっぱなしにして水をあまりやらないとやはり枯死していくものは相当出てくるということも経験しています。まあそういう経験を踏まえて1ヶ月に一度ぐらい寒い時節であっても植え替えて、そうしてバナナが欲する分だけの水分を供給するというふうにして、なんとかかんとかこのサンルーム内で苗を越冬させて、そうして年を越した後のそうですね4月ぐらいにはある程度成長した苗を露地植えするというふうに持っていって、あとはもうずっと露地植えにして、それ以降の冬季もですね露地越冬できる工夫をして、あとは3年4年後の開花結実に持っていくということが、和歌山県中部の海岸沿いでしたら十分可能だと思うようになりました。まあ、普通はある程度の大きさのバナナ苗を購入すると思いますので、こういうサンルームみたいなものがなくても工夫すれば屋内あるいはベランダなどでの越冬が可能ですね。ただメリクロンカラーの、まあ、例えばフラスコ苗とかあるいはそれをソケット苗として育てたもの程度の大きさでは、もし加温施設がなければなかなか越冬は本州温暖地といえども難しいと思いますので、そういう小さな小さな苗を受け取った場合には何らかの工夫が必要だということですね。まあ、私の場合にはメリクロン苗の本の子苗を受け取った場合に育成できる環境というのは、まあ、あまりいい環境は持ってなくて、この無加温のサンルームだけですので、どうしたら生き延びさせることができるかと、だいぶ思いを巡らして思いついたのが、冬でも1ヶ月に一度植え替えして十分な根回りの土の容量と水分を確保するということだったんですね。まあそういうことで今越冬進行中の苗の姿がこういうものであるということなんですね。